どうも皆さんこんにちは。20連で GLA レベル2が出たにもかかわらず、追加でもう20連回して何の成果も得られなかったゆずきゆかりです。無謀な追い課金しないで一安心なつうまきまきだよ。と言っても、7月入ったら追加でガチャるつもりなんですけどね。GST のために我慢しときなさい。今回は、山岳地帯6対6、450コスト制限で G ラインライトアーマーレベル2に乗っています。早速マドロック発見。手前のデッキが邪魔ですが、GLA のスラスピなら一飛び。ゲルイムをも置いていく高速スラスター適当。フルチャから三連撃打ち込んでやるぜー。味方のキャノンで回避吐けない悲しみ。自慢のスラスピで置いていったゲルイムに、下角打ち込まれた GLA はこちら。リムノが後ろの味方がカットしてくれなかったから多少はね。ゲルイムくん待ってー。なんでカウンター取られなかったのかわからないけど落ち着いてタックル。私オーバーヒートしてるから右回収しちゃって。味方 EG8 ナイスタックル。残りのケンクは味方と囲んでちゃちゃっと片付けちゃいましょう。味方ガンダムさん撃破は無事に取れたから許してちょ。FF しないような腕を身につけてください。FA が孤立してますよ。やっちまえ。キチューン。崖の上の FA、大ヒット間違いなし。全傭兵が鼻で笑った超大作。A の方から敵が来てる誰か助けて。任せろ。身を挺してユカリンを守る味方さん。画面に映ってくれてれば100点満点でした。少しは感謝してください。死んでも死にきれないよ。私のために犠牲となった人は2階級特進で、左の敵が詰めてきてますね。わーい、楽しい。何遊んでんの。まれによくあるやつ。ユカリンも人のこと言えないんだよな。特に山岳ではスラで登れる位置は分かってるんだけど、実際にやるとなると難しいことが多いですからね。EG8 さんとジェットストリームアタックを仕掛けるぞ。ジェットストリームアタックかっこ2人。手前の BD3 は EG8 に任せて私は支援機を狙います。動いてなくても当たってないと思うんですが、それは GLA の N 角は特殊だからしょうがないね。なんでマニューバ発動しないんだ。ああ、万事休すか。生きてる。こんなところじゃ終わりねえ。結局支援機を一機も落とせませんでした。カビーン。第2陣、気を取り直していきましょう。ユカリンが落ちた後は双方リスポーンし直した感じだね。射角は射角が足りません。地上の射角問題も解決求む。 GLA 特有のインチキ判定を加え、 GLA の N 角はペイルと同じような感じで若干リーチが長い印象。下角も通常より長いって噂ですね。まずその角と当たるんですか。もうチートやチーターやろ。そんなん特大ブーメラン刺さってるんですが、それは私何も聞こえません。うっぷん話じゃおら。 N 角のインチキ判定がなんだっけ。第3陣目始まるよ。謎のハイテンション。 OBD3 が突っ込んできた。下角 FF の仕返しのような強よろけ FF がユカリンを襲う。そういえば山岳地帯もマップ回収が入ったんですよね。回収前の山岳が動画になることはなかったけども、回収後のマップを数千やった印象ですが、アーチ上が狭くなったのでチーム全員で取り合うことが少なくなって、つまらなくて遊べないマップではなくなった感じでしたね。前作ほどのガチンコバトルが戻ったわけではないけどね。遊べるマップが一つ増えただけで十分ですよ。宇宙は要塞内部が新マップできたから、次は地上の新マップ欲しいね。1周年イベントに淡い期待をしときましょうか。そうか、あ、まずいミサイルリロード中だった。手持ち無沙汰ユカリン。こっちからマニューバーアーマー持ちだ。なぜかカウンター取られないパート2。運も実力のうちってそれ一番言われてるから。はいはい、そうですね。今からユカリさんの実力見せてあげますよ。 GLA のペラペラアーマーだと支援機の攻撃でもめちゃくちゃ痛い。あっ、ちょっと待って。フラグ回収の速さに素直に脱毛です。ということで試合終了を。勝利ポーズも無駄にかっこいい GLA 君。実装初日は BD2 の完全対互換だって言われてましたが、エグザムの降下時間に追われることなくゆっくり展開できるので、 BD2 が苦手だって人におすすめできる機体ですね。爆発力の BD2、 安定力の GLA っていい感じに住み分けできてる印象。それでは最後までと言いたいところですが、今回はこの後に GLA のダイジェストを流すので、よかったら最後までご視聴ください。チャンネル登録やTwitterのフォローもよろしく。